で今回のテーマは反対の反っていう感じなんですけどもあの反社会勢力ってあるじゃないですかいわゆる昔で言ったらね893ってやつなんですけどもあのいろんな事情あるんですけども893っていう強い裏組織が解体されたことによって実はですねもっと脅迫で地下に眠っている組織とも団体とも指定されてないものが結構ねやばい事件を起こしてるんですよね。 そう考えたら、反反社社会会勢力って本当に反社会だったのかなって思うわけなんですよ。ああいった裏家業でにらみを利かしている人つまりその,その場所を仕切る人っていうのを役,の役に座る人っていうふうに書いて「役座」っていうらしいですけどねじゃあそういう裏家業の人があの筋を通してくれてるからまああのなんか小物がね 悪さをしなかったのかなって考えたら本当はどうなんだろうかと思っちゃうんですよねだから怪獣の話に戻りますとあの兵道会長その他っていうのはお金がない人にお金を貸して取り立て,てるっていう至極まともなことをしてるだけなんですよねでもなぜか自堕落で真面目に稼ごうとしないギャンブルで一発当てようとする人がひどい目にあったのをなんかねまるで そっちの方が正義みたいに思っちゃうんですけども平たく見てイジってイジをはじめとしてなんかダメなやつが悪いやつで兵頭会長がいい人みたいなね利根川さんも悪事を働いて上り詰めたわけではなくてまあ、真っとうなルールのもとア愛グループっていう会社を率いてねで日々の営業活動の末に権力を手にしてる黒服もみんな一生懸命働いてますからね。 会社の勤務体系を守ってお金を稼いで信頼を勝ち取って a いグループと大きな会社になってで、まあ、まあ裏カジノをやってるのはどうかなと思いますけどね裏カジノもそれに参加する落語者がいるから成り立ってるっていうところもありますねで兵頭会長は核シェルター作ってるわけじゃないですかでそこには費用をかけて税金を払って電気を引いて水道代かけてそれからあの収監した借金付けになった やつらもね、ちゃんと個室を与えて暮らしてるというね何かいい人に見えてしょうがないというね <laughs> そんな見方もありますけどいかがですかね今回は「反対の反」という言葉でまさに反対が正義だったりしないかなというところでございます。山くんおはよう。じゃあ